助け合いジャパンの福島支部としては情報レンジャーっていう県内を回る事業とはまた別でふるさとの絆電子回覧板事業っていう、7市町村に各担当を置いて小さくても大切な情報を、au ソフトバンクドコモからいただいたフォトフレームやタブレットに配信していくっていう作業をしていきたいと思っています。レンジャーになっての意気込みについて教えてください。はい、細かいところを、県内県外問わず、歩きまして、いろいろな情報を皆さんのために伝えたいと思います。よろしくお願いします。震災後ですね、いろんな方がいろんな思いを抱えていらっしゃると思うんですね。なのでそういった方々の思いエピソードを伝えていきたいなというところと、あとはこの福島からのですね問題を世界に届けたいというふうに考えています。この動画を見てくださった方とお会いできる日を楽しみにしています。皆さんのお話を聞きに福島県内を回ります。よろしくお願いします。普通のマスコミには乗っからない福島の小さな話題を全国に届けようと頑張っています。まずは行動あるのみ一歩から進みます。僕が得意な IT 分野を生かして情報レンジャーという仕事を、しっかりこなしていきたいと思います。頑張ります。個人で支援物資を送ることはできないかといろいろ検索しましたら、かなり、ヒットしまして、仮設住宅などにも個人で支援物資を送るきっかけができたんですね。で、私もこれから発信することによって誰かのきっかけ作りができたらなと思います。そのためにはやはりまず見てもらわなければ始まりませんので、魅力ある取材作りができたらなと思っております。よろしくお願いします。福島の今を伝えられるように頑張ります。